どうも皆さん、こんにちワームビクトリー、アヘガオダブルピースリュウです。さあ本日なんですが、岩石シンクロデッキをねお見舞いしていこうと思ってましてですね、岩石族って結構展開力上がってきまして最近、何ができるかっていうと、エクシーズ召喚が出たことによって、まあ、有名なコンボでね、ランク4立てるコンボ、ジャイアントレックスを除外するとこれ特殊召喚できるから、その墓地からジャイアントレックスを除外するモンスターっていうのが、まあ、まあいくつかいましてですね、ギガンテスとか、あとなんつったっけな、なんかねいるんですよ、その岩石族、じゃあ地属性を除外して、墓地から地属性を除外すると特殊召喚できるっていうモンスターがいて、このギガンテスでそのジャイアントレックスを除外すると44が並んでエクシーズできるよっていうギミックがこれあるんですよ、これ有名な。でこれを、今回ちょっと使っていきたくて、で、組んできたデッキとなっております。エクシーズ召喚に軸を置いて、最初岩石エクシーズとか言って、めちゃくちゃランク4入れてたんですよ最初は。戦えないね戦えねー、現状のエクシーズモンスターランク4弱すぎて無理ということで、シンクロギミックをぶち込んできました。まあ、もちろんジャイアントレックス、は強いです。ジャイアントレックスギガンテスは強い。もちろんランク4立てるから。けどね、こればっかりやってても勝てないんで、ランク4が弱いから。だから、まあ、シンクロギミックをしっかりと入れて、援軍とかソーラーエクスチェンジで、これのモンスターをね、落として、で、ちなみにこのライトロードビーストウルフさんっていう、このデッキから、カードの効果で、デッキから墓地を加えると、特殊召喚するっていう、まあ、これ強制なんですけど、このモンスターを入れることによって特殊召喚、できるモンスターが増えるので、これで、まあ、ランク4立てたりとか、あと、ライデンとね、一緒にシンクロレベル8したりとか、いろんな使い道があるんでね、こいつは結構強いです。で、地属性結構いっぱい入れてましてですね、まあ、レベルコピーにしてるんで、もちろんこのサイコビルダーはね、結構強いんですけども、これがやっぱり強いですね、ブロックドラゴンがね。ブロックドラゴンを置いといて、スクラップドラゴンでブロックドラゴンを破壊すると、このブロックドラゴンって、自分のフィールド上の岩石のモンスターって、破壊されないんですよ、戦闘以外で。だからスクラップドラゴンの無限コストになれるっていうめちゃくちゃ強い効果がありまして、これが結構ね硬いですね。あと守備3000あるし、あとのギミックはね、そうだな、まあシンクロが主ですね。こいつが強い、ジェットオーリアが。これジェットシンクロンプラス中内外のモンスター1体でいけるんですけども、これね結構墓地落ちたジェットシンクロンと適当に出てきたウォルフとかでいけるんですよ。で、これ効果がシンクロ召喚に成功すると相手のフェイトのカードを1枚何でもバウンスできるっていう効果を持ってるんですよ。これがねすごい強い、この効果がかなり使う。これはまあいろんなこと言ったけど結構展開力がある、エクシーズしようと思って組んでたらシンクロになっちゃったデッキっていう感じですね。はい、悲しみを背負ったガンマンピンザシっていう、もので分からしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、バンデットキース選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。魔法カード2枚引いてるときはさすがに強いね、さすがに強い。で、ライデン落ちちゃった、まあいいだろう。で、ソーラーエクスチェンジ発動。ソーラーエクスチェンジで、このなんかどうでもいい、この手札に来たらマジでいらないから、このモンスター。ライトロード、ビースト、ウォルフを特殊召喚。さらに、なるほど。一回ライデン行きましょうか。で、ライデン効果発動。なるほど。先シンクロ。先シンクロですかね。先シンクロ行きましょう。クズテスたちがどうのこうのシンクロ召喚スクラップドラゴン、そして俺は墓地のジャイアントレックスをゲームから除外し、ギガンテスを特殊召喚、そしてジャイアントレックスの効果を発動。ジャイアントレックスは除外された場合特殊召喚できるぜ。そして俺はジャイアントレックスとギガンテスでオーバーレイみたいなモンスターでオーバーレイネットワークを構築、ガガガガンマンをエクシーズ召喚、ガガガガンマンの効果を発動、ジャイアントレックスを墓地に送って400ダメージ、弱え400ダメージマジで弱え。これどうにかしてくんないっすか、コナミさん。400ダメージってこれおかしくないっすか。なんで400ダメージって、ふざけんなよ。これ先行でやっぱガンマンを2体立てて800ダメージを2回するっていう夢のような展開をしたかったんだけども、まさかのこれ弱すぎんだよ、これふざけんなよ。なんで狙ったとか。あ、ドゥクス。ドゥクスは、まあ、ドゥクスはでもいいか。ドゥクス、お、あ、ミスね。はい。それはいい。あ、ちょっと、あれやめて。真相。あ、危ねえ。オッケー。ドロー。
オッケーオッケー、あ、弱い弱い弱い、あいつ、あいつハンド弱い、あいつハンドは弱えぞ。一回これ出してからあのスクラップドラゴンのコストですか。スクラップドラゴンのコストにして、あのね、岩石族いるとね、スクラップドラゴンの効果使った時にあの破壊されないんですよ。岩石族いるじゃないや、あの、ブロックドラゴンがいると岩石族モンスターが効果で破壊されないっていうやべえ効果持ってるんですよ。だからこのスクラップドラゴンとブロックドラゴンを立てまして、でこれでスクラップドラゴンの効果をブロックドラゴンを対象にすることによってブロックドラゴンは破壊されずに相手のカードだけ破壊できるっていうのが超チート性能を持っています。さあこのセットカード何ですか、そのセットカードは何ですか。2100だから、まあ清掃はいい、清掃はいい、清掃は問題ない、全く問題ない。ただこれ盤面邪魔だな、ガガガガンマンして、ガガガガンマンクソ邪魔だな。でガンマンの効果でギガンテスを墓地に送って、これで、このターン1000アップ500ダウン、1000アップ500ダウン OK。 これはよし、これが最強盤面ですよ、これが岩石ライド最強盤面。ガンマンの効果ちょっと戻してもらっていいですか。さあお相手の方、まあ、シンプルな幼女、よろしくお願いします。デュエル3倍、光の援軍の効果を発動し、わあ、あいらねえ、いらねえ、これこいつサーチする必要一切ねえんだよな。でアサシンライデンを召喚、ライデンの効果落ちろ、よし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 、いいぞ偉いぞ、いいぞ偉いぞ偉いぞ。地属性全くいないな、地属性全くいない、そん時はもうこうよ、もうこれこうよ、この盤面でエンドよ。地属性を墓地に送りたいがための全く何もシンクロもエクシーズもせずエンドっていうね、まあ、これが意外と強いっていう話はあります。これ何もしなければシンクロがエクシーズ飛んでくるし、まあ、なんかしてもまあ2体いるから壁にはなるしみたいな、でブロックドラゴン次出てくるしみたいな感じで、さあちょっといい感じのなんか動き、おっとドローフェーズ固まりきた、回線地下鉄乗ってる、あのね回線 ね死んでる人結構多くてですね、意外とデュエルレンクスね、ほんとね回線死亡者が結構ねあのランク戦やってるんでね、意外とねあの自分の時間も吸われるっていうね、これあるある、これリンクスあるあると言っていいんじゃないでしょうか。あ強いな、それは強いな、戦国時代からやってきた死者ですねこれはね。いやーこれね、それ何ですか、それ二刀流ですか、それ二刀流なんですかね。支援、はいはい、新6部衆支援をシンクロ召喚していく、さあバトルフェーズ入った、バトルフェーズ入っていく、ぶん殴られてとりあえずもう生きた、生きたらでかい、生きたのはでかいが、ドローフェーズ何か光りますか、めちゃくちゃ光る、めちゃくちゃ光る、あじゃあ二刀流じゃねえや、二刀流じゃねえ、二刀流じゃねえか、まあ、とりあえずじゃあジェットシンクロンだ、二刀流じゃなければジェットシンクロン。さあ一回これでジェット、なんとね、これみんないまいち知られてないシンクロモンスターなんですけど、これ結構強いんですよ。ですね、まあ、何も知らなければなんですけども、相手が妨害を、ジェットシンクロンとライトロードビーストウォルフで作るこれね、ジェットウォーリアーっていうこのシンクロモンスター、これが意外と強い。ジェットシンクロンを使わないといけないんですけども、ジェットウォーリアーを出していく、そしてジェットウォーリアーの効果を発動、シンクロ召喚に成功した場合相手のカードを1枚バウンスできるっていう、これね実は結構強いんですよこのジェットウォーリアー。さあどうする、ま、あー OK 戻った、よし帰った、これなんだろうな、あの癖全然わかんねえな。めちゃくちゃ光ってて全然わかんねえな。デモンズチェーンとか多分使ってるんですよね、多分ね、さすがにね。これさ、待って、これこっち先だ、こっち先打てないといけなくて、でライトベースオフ捨てて2ドロー2捨て、おあーはいはい、もう一回いく、もう一回いく、これもう一回いっちゃう、これこれやりすぎかな、まあでもちょっと弱すぎるんでハンドが。これで2枚送ってからの2ドロー2捨て、残りデッキ1枚、なるほど、あーもういい、ギガンテスはいい、あのカードを除去したいんだよな、あのカード除去したいから、まあこれでいっか、でこうしてでこうだ、まあ、めちゃくちゃ光ってる、あのカードわかんねえ、なんだあれ、
清掃とかそっち系かな。ですね、まあ、とりあえず、あ、ブロックドラゴンじゃない、間違えた、ジェットシンクロン効果、ボルタロを墓地送りながらの特殊召喚で81でドラッグオン伊勢谷雄介出して、で伊勢谷雄介からのサバジリエリカからの田代正史からの牧原紀之、レベル、あ、そっちも出せんのか、なるほど、あ、先やってなかったな、まあ、いいや、急進化のからのドラッグオンバーミニオン行く、そしてドラッグオンバーミニオンのモンスター効果を発動、めちゃくちゃ光ってるけど、それ何ですか、そのカード何ですか、それ何ですか、六部衆水産、あ、なるほど、選択した六部衆と同じモンスターを墓地から特殊召喚する、エンドフェーズに破壊される、なるほどね、はいはいはい、なるほどなるほど、それ強えな、それ強えな、これ大丈夫か、俺デッキ掘りまくったぞ、これ大丈夫か、俺これとこれ大丈夫か、これやりすぎ、これやりすぎたか、まあこれダッシュでいくしかない、でバトルフェーズ入るしかない、でこれぶん殴って出てくる、出てきたモンスターも殴る殴る、オッケー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 、まあフエマだったら別にいいや、でこれあれキザル、はいはいはい、なるほどね、でキザル効果使って六部衆をサーチ入る、オッケーで、エニシー、あ、エニシー強いね、ちょっとでも展開量は多分ないと思う、相手そんなに支援立てながらエニシとかそういう展開は多分できないと思うんだけど、さあ、あと残りライフは1300、戦国時代にタイムスリップしてしまった黒方眼選手どうするんでしょうか。ちなみに私の方眼はめっちゃでかいです、私の方眼はめっちゃでかい、びっくりする、あのマツコデラックスもびっくりしたと噂の私の方眼は相当でかいぞ。さあ、ドラッグオン伊勢谷雄介の効果を発動、相手のフィールドのカードを1枚破壊させてもらおう。さあ、そのカードは何だ、発人剣術なのこれ、六部衆モンスターを2体特殊化するやつ、ああ、はいはいはい、で破壊されると自分は破壊されたモンスターの攻撃力の合計のダメージを受けるってやつね。え、じゃあこれさ、これターンエンドするんじゃないの、これターンエンドすればいいんじゃないの、これ破壊から免れるみたいな効果ないよね、これダメージ受けるんでしょ、ターンエンドしたら死ぬんじゃないこれ。あくさー、さあ、お相手の方は西洋拓磨選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、光の結界、なんだ、割り幽霊とかですかね。さあ、お相手の方どんな力剣でしょうか。次元要塞兵器、やべえモンスターになる、なんだこれ、次元要塞兵器、このカードがフィード上で表側表示存在する限りお互いにデッキからカードを墓地送ることはできない。え、やばっ、これやばくないか、これやばいな、これやばいぞ、これ殴るしかないか、じゃあ援軍使えないってやばいな、あ、でもなんもない、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 あ、オッケーオッケーオッケー、あっぶねー、詰まされるとこだった、クソあぶねー、あー、こお前闇属性機械族、いや、つえ、やべやべやべ、あっ、やめて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 、あ、助けて、あ、でもまあ言うて言うてか、あ、まあまあでも言うて言うて、ちょっとできてもモンスターやめよう、モンスターやめよう、モンスター、モンスターやめてください、お願いします、モンスターはやめてください。おい、なんだこれ、次元要塞兵器とか強すぎだろ、なんだこれ、あ、オッケーオッケーオッケー、行きたい行きたい行きたい行きた、あっぶれあっぶれ、そいつやめて、そいつマジでやめて。